上級街道金舎もにゃセンターは、島根県沖群甘町の菱浦港にある複合施設。運営は、第三セクターの株式会社ふるさと開始。ことば上校の受け入るにちなんで、上級街道と、甘町発祥の大き民謡である金舎もにゃにちなんで、金舎もにゃという名前が付けられている。島根県立沖島前高等学校がある丘料を、背にして、沖汽船のフェリー、高速船や、 内向線が発着する、岸浦港の入り江に面して建っている。同じく第3セクターのマリンポートホテル開始。天町では1994年に、第3セクターのマリンポートホテル開始が開業している。ホテルに次ぐ、第3セクターの施設として、2002年4月に、上級街道金屋モニセンターが開館した。木造2階建ての建物であり、 設計はアズテック建築設計研究室。施向は松江戸県である。金ニャモニアセンターの開館を機に、天城は観光と定住を担う、交流促進化、第一次産業の振興を図る、地産地消化、新たな産業の創出を目指す、産業創出化の参加を会市長役場から金ニャモニアセンター内に移している。2003年には、島根県による、 第10回島根景観賞で公共建築部門賞励賞を受賞した。2012年3月10日と11日には10周年創業祭が開催された。2015年4月にはリニューアル感謝祭を開催し、津軽ジャミのライブ演奏やおき謡んようの披露などが行われた。会場から見た上級街道金谷モニャセンター。ありがとうございます。